パソ動ドとは、完成10年に正月、越後高田藩浅川領内で起きた、百姓一揆、打ち壊しである。官方概念、道の区国白川、田村、石川、岩瀬の4軍のうち122家村は、越後高田藩の分領となり、浅川陣屋の支配下に置かれた。村村は、支配下以前からの年貢などの負担増大により、困窮し、 そのための調産などが増加して、村人口の減少をきたし、手余り荒れ地が増大して、さらに百姓の負担が重くなるという悪循環を繰り返して疲弊していた。完成9年4月、この地域にひょう、あられが降り大きな被害が出て、著しい不作となった。村人たちは、年貢の軽減を求めて、王将屋に、藩への取り継ぎをかけ合ったが受け付けられず、年貢、 諸役を厳しく取り立てられたばかりか、王将屋たちは、自らの薬儀入用を村人に、多分に課し、自分の懐に入れていた。その他にも小祭り役船をめぐる疑惑が浮上し、怒りの矛先がこうした、王将屋や小付家役、暴露に向けられた。完成10年正月、白川城下で野犬騒ぎがありその犬は退治された。その後、他の犬により白川町中のみならず、 在京編をも騒がせるようになったので、犬退治を名目に、地夜へ、鉄砲の貸し出しを申し込む者も出て、騒動への機運が高まっていった。正月22日夜、各村へ、落ち分が配られた。それには、24日の晩に、宮村の八万宮で相談したいことがあるので、それぞれ斧、なた、鎌などを持って集合すること。 出てこなければその村に火をかけるという内容が書かれており、上書には火の用心と記してあった。呼びかけに王子八万宮に集まった七百人ほどが火を焚き、鉄砲の音を響かせ、規制を上げた。一期勢は打ち壊しを開始し、金山組、王将屋、石井又左衛門宅を皮切りに、ジニアの両奉行、伊藤寛左衛門正直の説得にも応じず、鎌子村、 土地元村、深荷井田村、双子塚村、勝津村へと進み、王将や、将や小松家役、幕郎の家々を次々とぶち壊した。伊藤らは、白川藩、田名倉藩へ火星を依頼し、江戸と高田へ急放し、陣屋の守りを厳重にした。一期勢は、次第に膨らみ、打ち壊しは、浅川両前域に及んだ。26日夜9つ。 時ごろ浅川に集まり始めた。宿坂に400から500人、城山の下一本杉へ500人ほどが集まって、時の声を上げたので、伊藤らは一本杉に出向き説得を繰り返したが、一気勢は、聞き入れず、浅川の王将屋の家などをぶち壊した。伊藤は陣屋に戻り、一気勢が陣屋に押し寄せた場合の対応を指図した。浅川、王将屋、 やぶきをぶち壊した、一騎勢は、陣屋の門前に現れた。伊藤が説得を試みてトロに終わると、一騎勢が、棒や石粒手を投げつけてきたので陣屋側も抜刀して、応戦し、一騎勢の数名が殺害され、百姓らは各所に逃亡し、ここに、一騎は鎮圧された。浅川の異変が、高田藩榊原家の江戸屋敷に伝わったのは28日で、舞台を送ったが、 すでに鎮圧されていた。27日にも浅川に百姓らが集まってきたが、両奉行から仕置きをしないなどの旨が申し渡されて、引き上げた。困窮している村村へは、金一両から三両が与えられ、両内は鎮静化した。また、王将や、小松家役、薬膳に取り立ち役は罷免され、謹慎を命じられた。ところが申し渡しに反し、 一機を主導した者は捕らえられ、打ち首になった者もいた。他方、騒道寺の両奉行、伊藤正直と前任者、内藤成重は、共に、完成10年12月3日、薬儀御免となり、治行50国を現じられ、平門に処せられた。ありがとうございます。